一発試験とは、主に日本における自動車の運転免許証を取得する際に、各都道府県公安委員会公認の指定自動車、教習所あるいは、届け出自動車教習所に通わず、学科及び技能試験を直に運転免許試験場で受講し、合格後に指定自動車教習所において、運転免許取得受講習を受講し、運転免許試験場に申請する、もしくは事前に、 特定届出自動車教習所で特定教習を受講し技能試験を直に運転免許試験場において受講することで免許を取得する方法の通称である。運転免許証の取得の際、日本では公安委員会指定の自動車教習所で技能教習を受け、卒業検定の合格により卒業証明書を受け、各都道府県の運転免許試験場では 卒業証明書の提出により技能試験が免除されて、学科試験のみの合格で運転免許の交付となることが一般的になっている。これに対し、一発試験は自動車教習所に通うことなく、運転免許試験場において、普通自動車、第一種免許以上の免許を学科試験及び技能試験や限定解除審査を直接受験することで、 運転免許証を取得する方法を指す。それゆえに自動車教習所やそれに相当する施設の存在しない国においては一発試験を受験することが免許取得においての必須条件となる。飛び込み試験や飛び入り試験などとも呼ばれる。いずれも俗称であるが試験上では飛び入り試験と記述されることもある。試験合格後直ちに免許証が交付されるわけではなく、 指定自動車教習所において、運転免許取得時講習が義務付けられており、それを受講した後に運転免許試験場に申請することで交付される。また、特定届出自動車教習所において事前に特定教習を受講し、試験に合格した後、免許が交付される。普通免許未満の会免許である、原付免許や小型特殊免許には、教習に関する規定がなく、 取得希望者全員が運転免許試験場にて試験を受けるが、これらの免許は免許試験場での技能試験がもともとなく、学科試験のみで取得できることもあって、ことさらに、一発試験と呼ばれることは少ない。一部の都道府県の指定自動車教習所では、原付き講習を受講し、修了証明書を発行してもらい学科試験を受験、合格した後、免許証を交付してもらうこともできる。 一方で、大型特殊自動車第二種運転免許や、牽引自動車第二種運転免許には、指定自動車教習所での教習や、技能検定の規定がなく、一発試験に合格しなければ取得できない。過去には、普通自動車第二種免許、大型自動車第二種免許、及び自動二輪免許の限定解除審査も、 指定自動車学校での教習規定がなく、教習所では免許が取得できなかったため、これらの免許を取得しようとした場合においても必然的に一発試験を受験する必要があった。最大のメリットは、受験回数が少ないほど安価で自動車教習所に通うことなく運転免許が取得可能であることであり、教習所の教習料金及び教習に関わる時間を節約できることである。 しかしながら、運転免許試験場における技能試験は、指定自動車教習所の技能検定に比較して、合格点は同一であるものの採点基準が非常に厳格であるため、合格率はかなり低く難関である。運転免許試験場では受験都度手数料を支払う必要があり、受験に再始事前予約が必要、受験日時の指定などの理由から、 特に教習次元数の少ない種類であればあるほど少ない受験回数で合格しなければ一発試験のメリットは小さい。自動二輪車免許では服装から厳しく半袖半、ズボン、スカートは不可で夏でもヘルメット、プロテクター、長袖長ズボン、手袋着用のほか、サンダル、下駄、ハイヒールも不可であるためライダーブーツ、ライダーシューズが基本となるがない場合は くるぶしが隠れるほどの普通のブーツ、運動靴、スニーカー、革靴、安全靴でも可能である。特に、紐靴で受験する場合は、AT 限定に関しては特に問題はないが、MT は、右足で後輪ブレーキ、左足でギアチェンジを行わなくてはならないため、紐が絡まる恐れがあり、フロントロックによる転倒を引き起こすこともあるため、注意が必要となる。 手袋もオープンフィンガーグローブは付加とされており、基本的にはライダーグローブとなるが、ない場合は革手袋や軍手でも可能である。試験場によってはヘルメットを貸し出ししているが、持参が基本である。持参するヘルメットも試験場によっては点灯の際の安全のためハンキャップは付加とされフルフェイス、またはジェットとなっているところもある。試験場によってはプロテクターも 任意のところと義務のところがあり、貸し出しをしているところもあるが持参が基本である。その際、ずれたり外れたりしないように注意が必要である。そういった条件を満たさない場合、受験は拒否される場合がある。特に大型児童二輪車では、試験を受ける前日に事前審査も行われており、それに合格しなければ、やはり受験を拒否される。大型特殊 第二種免許及び県引第二種免許には、教習に関する規定がないため指定自動車教習所や、届け出自動車教習所での教習や、機能検定は行われていない。したがって、これらの免許を取得する場合は、必ず一発試験を受験し、合格しなければ、免許を取得することができない。都道府県においては、大型特殊、第二種免許や県引第二種免許について、 一発試験を実施していない都道府県も存在している。免許センターの側でも受験を予約制にしたり、連続試験に制限をつけたりすることで間接的に一発試験の受験に何らかの規制を加えているところもある。一発試験の技能試験における試験官は運転免許試験官としての教養教育を終了し、公安委員会より指定を受けたもので十五歳以上。 かつ巡査部長以上の階級の警察官もしくは、それに相当する警察職員によって行われる。各都道府県公安委員会公認の自動車、教習所の修了検定、卒業検定が、その自動車教習所に勤務している技能検定員にて、試験される場合とは異なっている。一般試験の採点基準は、 警察庁交通局運転免許課が定める運転免許技能試験に係る採点基準に基づき、試験車両への乗車から降車までが採点範囲とされ、持ち点100点からの減点方式により採点される。運転に際して項目ごとに減点されていき、試験間補助が行われたり、減点超過となった段階で発着点へ戻る運用がなされる。試験後は、 不合格の理由説明や合格者でも減点箇所についての公表が行われる。運転免許の技能試験には道路の走行のほかにいくつかの課題がある。車種、試験別の技能試験合格点数は次の通り、受験後、得点は開示される。ただし、得点は常に正しく表示されるわけではなく、一定点以下の場合、00点以下と表記されることがある。 愛知県平張試験場の場合、55点以下という表記となる。ありがとうございます。